ではよろししくお願いします、えーっとまあ、今、先ほど、仁、えー、川先生から食のお話がありましたが、私は、まああのえーまあ、いつまでも長く食、まあえー、を楽しめるようにという思いから、ですね、えー、睡眠中の歯ぎしりから、まあ、学校、空気を守りたいということで、えー、この度、えー、クラウドファンディングを立ち上げさせていただきました。えー、本日はそのような、えー、ところからですね、えー お話をさせていただきたいと思います。えー、まあ発表に先立ちまして、まあこのような場を、えー、与えていただきましたせ、あの関係閣員の方々にお礼を申し上げます。では <laughs> 始めさせていただきます。えっ、ー、とまずこの動画なんですけれども、よいしょちょっといただけますか。いい,い,いよ。この口元ちょっとまあ画像洗いんですけど見ていくれ。 で動くたびにボリボリボリという音がしてると思うんですけれども、えー、これが、まあ、いわゆる睡眠中の歯ぎしりになります。で、えー、今のボリボリボリっていう音は、えー、まあ寝ているときに歯をこすり合わせる、えー、ことからですね、起こっている、えー、音なんですけれども、まあ、起きているときにこういったボリボリボリっていう音はなかなか皆さん出せないと思うんで、えー、結構強い力が出ている、えー、感じなんですね。で えまあ実際、睡眠中の歯ぎしりはということなんですけれども、えー、まあ大きく分けて、えー、食いしばりと歯ぎしりに分かれます。でえー、先ほどのボリボリボリという左右にぐじぐじぐじってかんでるやつなんですけれども、それを歯ぎしり、まあ、狭い意味での歯ぎしり、で大きい意味ではぐーって食いしばっているようなことも睡眠中の歯ぎしりの一つとして言われています。まあ、厳密にはです、ね、下には下書かれているような まあ、顎や口腔機能に、まあ、悪影響を及ぼす睡眠中の持続的なあるいはリズミカルな開ける筋肉、締める筋肉の、えーまあ、顎の運動、えー、食いしばりとか歯ぎしりというふうに定義されております。で歯ぎしりなんですけれども、えーまあ、実際には、えー、歯の生え始め1歳頃からですね、えー、生じているというふうに言われています。で えー、大体歯の交換期ですね、永久歯に変わっていく生え変わりの時期ぐらいに非常に多くなっていきます。で20代、30代を超えますと、徐々に年齢とともに下がっていきます。成人になったら大体まあ8%、5から8%って言われております。でまああのー、高齢者になってくると、60歳以上になってくると3%って言われてるんですけれども。 これはですね、まあ、歯がない患者さんが多いから、まあ、音が出ないから気づきにくいのかなということで、えー、ちょっともしかしたら低く見積もられている可能性があるということです。で、歯ぎしり中に、えー、発揮される、まあ、噛み合わせの力なんですけれども、先ほど、まあ、ボリボリボリという音が聞こえたと思うんですけれども、えー、この水最大髄噛みしめというものがですね、 えー、起きているときにぐーって思いっきり噛んだときですね、100%の力で噛んだときの、まあ、噛み締めの力なんですけれども、この被験者の7番の人を見てご覧いただけると、まあ、それを超える力を発揮しているということが、えー、報告されております。で、実際に、その、人の、まあ、起きているときの最大の、まあ、噛み締めといいますか、食い縛りの強さっていうのは、 まあ体重と同程度ぐらい、約6 0ラムというふうに報告されています。ので、寝ているときはこれをさらに超える力がもしかしたら出ている可能性があるということです。ちなみに、食べるときの力なんですけれども、ガムを噛む力はだいたい7 6キロピーナッツだったら8 5キロスルメだったら1 2 4キロぐらいというふうに報告されていますので、 まあどれぐらいの力が顎とか歯にかかっているかっていうのが予想されるかなと思います。で、まあ、歯ぎしりの影響になんですけれども、まあ、それぐらい強い力がかかっていますので、歯の、歯が割れてしまったり、摩耗したり、まあ、刺し歯が割れてしまったり、取れてしまったり、骨が増、ま、生、あえー、される、えー、増えてきたりとか、歯周病が悪化してしまったり、 あるいは、顎関節症や緊張性の頭痛、こめかみあたりの頭痛が、えー、引き起こされたりします。ただですね、これはぐーって強い力で噛んでいる以上にですね、どその、運動の力がかかっている方向っていうのも非常に大事で、それによって、ま、影響も変わってくるかなと思っているんですけれども、まあ、こういった各,各、々の症状っていうのは、ま、様々な因子が、まあ、歯ぎし、予感のさ、歯ぎしりだけじゃなくて。 それ以外にも、まあ、起きている時のまの、あ、食い縛りだったりとか、まあ、食習慣だったりとか、いろんな、えー、因子が集まって、まあ、発言していると。でまあ、歯ぎしりのどのような運動がどのような症状を起こしているのかっていうのがまだ明らかになっていない。この2点が、まあえー、非常に問題かなと思っております。で、えーまあ、こういった歯ぎしりなんですけれども、まあ、どのように診断するか、ここに挙げている4つ、問診とかアンケートで、臨床症状か。 携帯型の近電系ポリソムのグラフィー検査というものが、えー、使われるんですけれども、問診アンケートの場合はですね、まあ、もちろん皆さん、睡眠中に意識があるわけではないと思いますので、まあ、無意識ですので、まあ、自覚があるなしというところがまず難しい、判断するのが難しいというところなんですね。で、まあ、健常者の人でも一晩にま数回は起こって行っているというふうに報告されております。なので まあ、自分が言う、あるいは、えー、と睡眠の同伴者ですね、ベッドパートナーに指摘されても、それが、まあ、一断面しか見てないわけですので、まあ、過剰、あるいは過,大小過小評価しがちになっているので、まあ、精密な診断には至らないということですで。臨床症状から、例えば歯の摩耗や顎の疲労、痛みなどっていうので、まあ、診断されることも多いんですけれども、先ほど申しましたように、それぞれの臨床症状っていうのは、 まあそれ以外のさまざまな要因によっても発現しているので、まあ、歯ぎしり単独ということではないので歯ぎしりの診断にはまあちょっと精度が劣るということです。でえー、携帯型の筋電系、えー、近年です、ね、保健診療で使えるようになってきました。でえー、自宅でか患者さん自身がです、ね、取り付けて、まあ、検査できるものになっています。ただです、ね、このの場合は脳波などの睡眠 状態などを分かっておりませんので、まあ、実際に寝ているとき、寝て途中で起きてしまっているときなども換算してしまったりしていますので、まあ、ちょっとオーバー、過剰課題気味に評価してしまうかなというところがあります。で、機器はちょっとやや高額なので、まあ、一般の歯科医院さんに導入されるには微妙なラインかなというところです。 えー、最後にですね、まあ、睡眠検査ですね、えー、以下の方でやられているポリソモノグラフィー検査というものがあります。まあ、これは非常に、まあ、あのいろいろな、えー、生体信号、脳波とか筋電図とか心電図とかいろんな生体信号を取れることができますので、純粋な睡眠中の歯ぎしりを判定することが可能となっております。ただ、ですねこれはまあ自宅でできるわけではないので、検査入院が必要で、まあ、専用の検査室。 スタッフというものをまあ要す,しますそしてまあえ何百万以上何千万とかっていうまあ非常に高額な機器となってますのでえまあ歯科臨床で使うにはえなかなか現実的ではないということです。で、まあ、そういった意味でですね一般の歯科歯医者さんでもまあ容易に適用できるかつまあこれも日によってまあ多い少ないというものがありますので日韓変動に耐えうる精度の高い診断法というのが確立されていないということが問題になっております。 で歯ぎしりの治療に関しましては、えー、現在ですね、スプリント療法、認知行動療法、薬物療法というものが、えー、提唱されております。ただ、まあ、認知行動療法というものは、まあ、あまり、まあえー、浸透されていませんし、薬物療法でも、まあ、効果のある薬物というものが、まあ、今のところあまり見つかっていないというのが現実です。 現状では、ですねこのスプリント療法、えー、いわゆるマウスピースなんですけれども、これが第一選択とされておりまして、まあ、歯ぎし第一選択とされておるんですけれども、ただこれっていうのは歯ぎしりや食いしばりを減らすっていうものではなくてですね、それによってまあ行われてしまっている過剰な咬合力を干渉する、まあ、クッション材料として用いられています。でですので まあ、歯ぎしり自体をですね、根本的に治療する、まあ、回数を軽減するような方法というのは、まあ、現状見つかっていないのが問題です。歯ぎしりの原因、まあ、治療するにはやっぱり原因を知っておかなければならないんですけども、えー、歯ぎしりの原因、まあ、一つはですね、原発性、原因不明のものがあります。ただ、この原因不明なものなんですけれども、一定のその、 まあどういうふうに歯ぎしりが起こ,起こっていくかという流れというものは明らかになっていっています。4から8分前に交感神経系が活動が活発になりましてです、ね、4秒前から大脳皮質の活動性が上昇します。1秒前から心拍数が上がったりするしていくんですけれども、そしてまあ歯ぎしりが開始されます。で、その後、血圧が上昇したり、イベント後には園芸が生じることがあったりします。 でもう1点え、続発性ですね。何らかの疾患によって、えー、行われているものなんですけれども、例えばオーラルディスキネージアであったり、えー、睡眠時無呼吸、レ、えー、ム睡眠障害とか、まあ、逆血性障,、えー、障害とか、まあ、うつ病とか、まあ、そういった、えー、疾患から、えー、生じているというふうに言われています。でえー確実 まあ明らかになっているのがです、ね、逆流性食道炎であったり、不眠症であったり、睡眠時無呼吸というのが、えー、まあその関連がえ非常に高いんじゃないかなというふうに報告されているんですけれども、えー、これは逆にです、ね、まあ、例えば睡眠時無呼吸である場合、よいしょ、すみませんよいしょ、睡眠時無呼吸である場合は無呼吸か、無呼吸イベントの後に歯ぎしりが起こる。 歯ぎしりののようなものが起こるという,ふうに報告されていますこれはもしかしたら無呼吸によって苦しくなっているものを歯ぎしり、おーっていうような感じで、えー、呼吸の代償再開のために何か起こしているのではないかと考えられています。また逆流性食道炎ではですね、まあえー、歯ぎしりをもにョもにョする,することによって唾液を分泌させるあるいは口の中が結構乾いてますので口の中のこの 少量の唾液をです、ね、口の中に拡散するために行われているのではないかというふうに言われています。また、まあ、歯ぎしりによって、ストレス発散作用が、ストレスを発散しているのではないかということも、まあ、報告されております。つまりですね、まあ、歯ぎしり自体は、口にとっては非常に、えー、有害な事象なんですけれども、全身的にはもしかしたら必要な現象なんではないかなと考えられるようにもなってきております。 もう一点、就職因子、増加因子になるんですけれども、カフェインやアルコール、ニコチン、その以外にも、先ほど申しましたストレスや不安によっても歯ぎしりが増えるというふうな報告もされております。現状では、ですね、こういったさまざまな原因によって引き起こされる歯ぎしりなんですけれども、まあ、マウスピースを用いて治療されていることが多いんですけれども、 ただ、こういった続発性とか就、えー、職因子だとかっていうところに関しましては、まあ、ここの上流の原因を叩くことによってまあ、治療でき、えー、根本的に治療できるのではないかと考えております。ただ、この歯ぎしりの原因や就職因子というものがまあ、あまり明らかになっていないということも現実問題として挙げられます。 で私は、まあ、補鉄歯科の専門としまして、まあ、補鉄歯科というものはですね刺し歯であったり入れ歯などを作る科、えー、なんですけれども、まあ、これを作るにあたってですね声えー、口腔の機能や顎の運動に調和した歯の欠損の補填、補鉄を行うという仕事をしております、えーまあ、できるだけ、まあ、そういった生体に調和したものを作っていく必要があるんですけれども これはやっぱり何も咀嚼に限ったことではなく、まあ、こういった非機能運動である歯ぎしりの時でも、まあ、調和したものを作らないと、まあ、あるところが強く当たっているだとか、まあ顎に負担がかかるとかっていうような症状を引き起こしてしまうようと思っておりますので、まあ、そういった意味で、まあ睡眠えー、歯ぎしりの時のきの、えーまあ、学運動解析などを行っております。また、 えー、我々は治療をする、障害を治すだけではなくて、ですねやはりそうならないように予防する、あるいは治療した後に、まああに、長く口腔、まあの,の健康維持をするために、まあそうえー、再発を防止するといった意味でも、歯ぎしりを研究する必要があると思いまして、えー、ずっと研究しているわけです。 これまでですね、我々の教養室の、えー、研究室ではですね、学運動測定器の開発というものを30年来やってきました。えー、で、このノウハウを活かしましてですね、まあ、睡眠中でも、えーまあ、精度に学運、えー、顎の運動を測定できます小型軽量の学運動測定器を開発しまして、まあ、これは世界でも唯一、えー、我々のところが、えー、できた、まあ、達成できたものなんですけれども、 まあこれと先ほどのまあ生体信号を測定できるポリソムノグラフというものをまあシンクロさせましてえまあ睡眠中の生体信号とともに顎の運動を測定できるシステムを作り上げました。で、そうしてまあ得られたものデータなんですけどもまあ分かりやすいもので2点説明しますがえ睡眠中の昼夜の1昼夜の額運動が左になります。 だいたい人が寝ている、えー、9割方は2.5ミリ以上、えー、開口状態、口を開けている状態っていうのが明らかになりました。また、えー、歯ぎしりの時にですね、えーまあ、起きている時にはあまり使わないようなところまでぎじぎじしている、横にまで動かしていることによって、ですね、まあ、特徴的な、えー、歯の摩耗ができているのではないかというふうなことも報告しております。 で、えー、我々のところです、ね。ではですね、まあそういった学運動解析の他にですね、睡眠中に用いるマウスピースの変形を用いて診断法を、診断をしていこうとか、まあ睡眠体移によって、睡眠体,位睡眠体位療法によって、まあ横向き寝とかをすることによって歯ぎしりが減るんではないかとか、まあ航空乾燥度、乾燥すること、航空が乾燥していると歯ぎしりが増えるんじゃないかとか、まあ先ほどの歯の摩耗の成り立ちだとか、まあ、えー、それ以外にはアロマの、えー、効果だとか、 そういったところを、まあ、ざ、え、ま、ー、な観点から、えー、歯ぎしりの、えー、研究を行っております。まあ、えー、そういった中でですね、えーまあ、測定システムにおきましても、えー、非常に、まあ、もう10年以上使っておりまして、ちょっと老朽化がしておりますし、まあえー、研究の被験者さん、 に、まあ、えー、持つりたい。まあ、できれば、まあ、あの、借金を出さ、えー、出したいということもあります。また、学運動測定器にもですね、まあ、えー、いろいろ、まだ1機しかありません。今後もさらに、えー、研究を続けていくためにはですね、より良いものを、まあ、開発、まあ、2機、3機と開発できたらと思っております。そういった意味からですね、えー、今回、えー、クラウドファンディングを、えー、おつくるさんの方からさせていただきました。えー、今週の、えー、 7月25日ですね、から開始させていただきましてですね、現在5日目になりますが、もうすでに4分の1ほどご支援をいただいていることとなっております。ぜひ皆様にもご支援いただければと思っております。研究に、ホームページを見ていただいてですね、研究にご賛同いただけますと幸いです。ご支援のほどよろしくお願いいたします。私の発表は以上です。